はい、どうも、こびです。さて、本日は関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、スーパービザードの弱体化来ちゃいましたね。もう来てから、多分これが上がるのが3日4日後ぐらいになるのかな。撮ってるのは本当来た、その当日に撮ってるんで、ちょっとまあ時差があるわけなんですけども、使ってみた感想、結論から言うと、いや、これ突撃艦スパビズやる上ではあんま変わんねえなっていうのが、率直な感想ですね。綾瀬さんかな、そういう内容の動画を過去に出されていたと思うんですけども、本当おっしゃる通りだなっていう気がしました。おそらくですね、スパビズを主力にして使ったりする場合っていうのは、まあ、言ってみればボーラー、まあ、ネクボーとかのボーラー、あれのバウンドダメージが下がっちゃうというようなことと同じ意味を持つので、ネクロスパビズとか、まあそういう系の戦術は結構影響が大きいかもしれないですけども、突撃艦スパイズで使う場合って結局壊すところがもう決まってんですよね。なので、その壊す部分が、そんなに大きく変わらない以上は影響少ないなっていうような印象を受けました。とまあ、喋ってもしょうがないので、まずは実戦のこう動画を見てもらった方が早いかなというふうに思うんですけども、今日4、5本ですね、ちょっと見てもらおうと思ってます。で、これ全部私の、レジェンドのリプレイですね、から見てほしいなというふうに思っておるんですが、まずこれですね、エアスイーパーにフリーズかけて、で、このタウンホールを狙いながら、援軍、あとはインフェルノ、この辺を追っていこうかなっていうふうな、感じでプランしてます。で、どのくらい壊れるか見てください。フリーズ当てて、速攻で、一応これ、ロイちゃんも止めたところを褒めてほしい。別に自害してるわけじゃないけど。で、落として、レイジからの速攻で、インビジ。まあまあちょっとね、先に、インビジをかけた方がいいっていうのも当然あるんですけども、僕は、まあレジェンドで多少リスク取れるときには、まあこの方がいいかなと思ってますね。タウンホール13の場合、中にアーチャーとか入れれるんで、まあそれで、アーチャーが竹取ってくれてる間に、インビジがかかればいいかなみたいな。ただ、投石機には気をつけるべきですね。これ結構ギリギリでしたけども、投石機のダメージが、アーチャー狙った投石が、インビジかかった直後のスパビズに当たっちゃうと、もう全部やられてしまうっていうケースがあるので、そこだけ注意ですね。で、ターゲットにしていた、見にくいな。ターゲットにしていた施設何が壊れたかっていうと、これですね、レイジ1枚、スパビズ3枚ですね、を使って、タウンホールエアスイーパー2個、フランジを援軍の、ラバーハウンドに半分ダメージ。あと、ここ何があった？ちょっと忘れた。あとはインフェルノタワーですね。あと、この辺の、アチャトとか、まあ、その辺が壊れてます。で、これをエリアに直してみると、こんだけ壊れたわけですね。こんだけ。俺結構すごくない？こんだけよ、こんだけ。こんだけ壊れたんですよ。ほら。これでスパビズが弱体化してるっていう風に、どう考えるかですよね。僕はあんまりね、影響やっぱこれはないなと思いました。一番のポイントは、スパビズってこう壁を挟んだ滝を壊せるっていうのがイエティとのまあ大きな違いとしてあると思うんですけども、それがやっぱりできちゃうんですよね。その直接与えるダメージが減ったわけではなくて遅延が減ってるので、こっから先は減ってますよ、確かに。だけど、ここは減ってないわけですよ。変わらないんですよね。で今回で言えば、直接この周辺、このエリアで囲った部分に与えるダメージは減っちゃいないわけですよ、そんなに。まあまあ、おでんぞとか減ってるかな、多少。そういう意味で言うとどうなんだろう。まあ、厳密に言えばよ、厳密に言えば多分こんなような感じになるのかもしれない。こんな感じに。このエリアは減らないわけですよね。で、さらに、このタウンホールとか、インフェとか、投石機とかクロスボウっていう体力が高い施設をやっぱり、スパビズって当然狙うじゃないですか。アドバンテージを取りたいんで。フランジェもそうですよね。そうすると、そこからのチェーンっていうのが周りに入っていくんですけど、まあ、チェーンのダメージは下がりますよ。だけど、クランジョンの体力の半分しかない、例えば、アチャトとか、そういうとこに関しては、クランジョンを壊すタイミングで、普通に壊れちゃうんですね。アチャトとか。もうちょっと持った。アチャトとか。なので、結局のところ、そんなに突撃艦スパイでやる上では、影響なしです。まあ、それをですね、今日は、じっくりじっくり見ていきたいというふうに思います。というところでですね、じゃあ、もう一回リプレイの方流しながら行きましょうかね。
この後アーチャークイーンを、こんな感じですね、ぐるっとこっち方面、3時方面流していって、そこからディガーホグライダーを入れていってキングっていう感じですね。で、これ以前に自分が紹介した突撃艦スパリーズからの、クイヒディガホグのまさにパターンです。こ、タウンホールと援軍をターゲットにスパビズを当てていって、その壊したこの部分ですよね、この部分からアチャクイをスタートさせる、まあ、どっちに流れてもいいんですけど、まあ、今回は選べたんで、まあ、こっちの方がいいかなと思ってこの3時方面流しました。相手のアーチャークイーンとかインフェルノがあるんで、まあ、この辺を食い火でこう削っていけたら美味しいかなみたいな感じですね。はい、こう削っていって、でそこから先はディガホグを流していくと、まあ、いう形になるわけですけども、まあ、全くですねこの、 戦術の使い勝手変わんなかったですね。面白いぐらい変わんなかったです。これディガが遅れてキング本当は外周を歩かせるところが中入っちゃったのは、まあ、ご愛嬌ですね。結構僕雑ですめっちゃ雑ですね。こういうことをちゃんとしっかりやらないからね、そのいざクラン対戦の中でもミスったりしちゃって後で痛い目見たりとか、まあ、するケースが多々あるんですけども、まあ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 、この攻め方っていうのは、一応パターン化していて、今言ったように、突撃艦スパリスでタウンホールと、あと、防衛軍を、釣るないしは倒す。しておきながら、なるべく多くの、投石機とか、インフェルノとか、あとはクロスボウですね。こいつらを巻き込めたらグッドっていう感じですね。で、その突撃艦を使った、外周側、今回で言えばここに使ったんで、こっち側ですね。から食い火を始めて、クイヒが流れた方向にディガーとホグライダーを展開していくと、でいきながらキングで外周カットしていくっていう感じですね。ロイヤルチャンピオンに関しては途中から合流させたり、あとはディガーホグにこう紛れ込ましちゃったり、まあその辺は結構バラバラです。ケースバイケースになるんですけども、まあ、詳しくは、以前私が挙げている、突撃艦、スパービズから のディガーホグ、まあ、パターンができたっていう動画が、今から1ヶ月ぐらい前かなにあるので、まあ、そちら見てもらえればだというところでございます。で、ですね、まあ、他の、レジェンドアタックもちょっと見ていってほしいんですけども、まあ、せっかくなんでこのままちょっともう一発分かりやすいのを見てもらった方がいいですかね。これとかが多分すげえ分かりやすいと思うな。こんな感じ。で、このマルチインフェルノ のところに突撃艦を落とすことを狙っていくわけなんですけども、この部分に落としたとき、ここに巨爆とか爆弾があったら結構痛いんですけど、まあ、それもここにこう落とすと、はい、この巨爆ってアーチャーが解除してくれてるんですよね。中から出るスパビズは無傷でこう仕事をしてくれるので、まあ、別にピンポイントでその上に落とす分には問題ないですよね。さらにこの狭い範囲をスーパービザードが進んでいくので、非常にインビジも書きやすいということで、はい、今回もこんな感じですね。もう動画を止めずにそのまま流しながら喋りますけども、この部分までこう壊せたわけですね。この辺までこうか。すげえですよね。こんだけ壊せたら十分じゃないですか。この外周側、この部分からアジアクイーンスタート。で、今回も意図的に流す方向を決めれたんで、まあ、こうしてもいいかなっていう感じですね。流していきながら、合流するところで、ディガーとホグライダーを当てていって、キング外周という感じですね。まあ、うまいこと、絶対ここにテスラと、スケトラあるなと思ったんで、バルーンで、釣りながら、まあ、ホーミングとかも回収、兼ねてね、ポイズンでまとめてアーチャクイと一緒に処理しちゃうという感じを取りました。まあ、防衛軍をね、やっぱり、潰せるってのはでかいですね。このスパビズで。で、まあ、そこの部分っていうのは結構使える点かなという気がします。まあ、言ってもほら、まあまあ、クイヒーの天敵になるような、スパーガゴと、あと、ハンター、なんだっけ、ハンター、ストライカーか。ストライカーって、スパビズの、チェーン攻撃で、割と、まあ、1、2発で倒せちゃうんですよね、レイジ光ってるし。で、それがあるので、まあまあ、防衛軍を処理できちゃってからクイヒー始められる。というところで、めちゃくちゃアドバンテージが大きい。攻め方になります。なので、もう、突撃艦でこういう風に援軍と、タウンホール狙えちゃう場合には、もう僕は基本的に、突撃艦スパービスからの、クイヒディガホグ、選択、まあ、基本的にというか、かなり選択する確率が高いですね。
こんな感じですごい楽勝で、行けてしまいます。楽よね、マジで。こればっかり出たからさ、本当に今回その、下方修正来るってなった時にも嫌で嫌で、もう本当ね、超憂鬱でしたよね。ああ、もうダメか。しかも JWC 前にマジ来んなよとか思ったんですけど、いやいやいやって感じですよ。使ってみたらそんなに影響なかったっていうのが、まあ今回の結論ですね。だからまあ、今まで若干オーバーキルになってたんでしょうね。そういうオーバーキルの部分がなくなったっていうふうにまあ理解すればいいのかなという気が。で、もう一個はですね、ちょっと失敗したリプレイも上げていった方がいいですよね。どれが失敗って言ったらいいのかな。これしかないんだよな。失敗リプレイ。星1になっちゃってるんですけど、これは単純にですね、僕がこういう回路系に対してうまく適応できなかったって言って、別に突撃艦スパイ別の失敗では、まあ、ないじゃないんですけど、ないじゃない。なんですけど、ですね、ちょっと今回この、まあ、失敗例を見ながら、まあ、一つお話ししていきたいのは注意すべき点がやっぱりあるっちゃあるんですね、この変更によって変わった点というか。何かっていうと、これですね、相手のヒーローを今までは結構いい感じにスパイビズが倒してくれたなんていう場合あったと思うんですけど、それがね、だいぶ期待できません。マジで期待できない。ヒーローの体力って、まあ少ないと言われるアーチャークイーンとかでも、まあ大体4000、あ、3500、600かなぐらいあるわけですよね。で、これをスパイビズで削り切ろうとすると、まあ実質削り切れないんですよ。で、まあ、アーチャークにダイレクトにダメージを入れる場合っていうのは結構、まあ、倒しやすいので、まあ、まあ、今まで通りやれると思うんですけど、ダイレクトではなくって、チェーンで結構ヒーローを倒していけたっていう場面、まあ、結構これまであったと思うんですね。なんだけども、そういう場面っていうのはこれから本当に、起こりにくくなっちゃうかなっていう気がします。はい、これね。だいぶミスった。そうそう。回路に適応できなかったんじゃねえわ。これ違った。単純に、そう、スパク後にやられたんだ。だから、あれなんですよ。だから、防衛軍を、もうだから、スパビスやれってあれほど言ったじゃないですか。あれほど言ったのにやんないからこうなっちゃうんですよ。いや、ほんとね、マジ気をつけてください。この攻めやるときって、本当に、安定感が全然変わるんですよ。防衛軍をスパービズで潰せるかどうかによって、めちゃくちゃ変わるので、そこやんないで調子こいてこんな風にやっていくと、アチャクイが事故ってから、まあ、とんでもない大失敗につながっていくという感じになりますね。まあ、ただ、この感じ見るにどうよ。別になんかあれよね、こんだけさ、ディガーを反らしてるってことはさ、アチャクイが生き残っていようがいまいが多分、これは星1になったんじゃないかっていう感じがするよね。ちょっと。もうそもそも、回路に対するアタックが下手くそっていう話だと思います。まあまあでも、何が言いたかったかっていうと、ちょっとまあ今回上手い例がないんですけど、まあその、相手ヒーローを相手にする場合は、ちょっとこれ飛ばすか。本当注意してっていうところですね。いい例あったかな？この 99% のやつってそれ見せていけるかな？なんかいけそうな気もする？気もする。いや、気がしないな。ダメだな、これも。いや、これ多分ロイヤルチャンピオンで見てもらえるな。多分ね、ここに僕当ててくんですね。当てていって、ロイヤルチャンピオンにチェーンでダメージが入るんですけど、ちょっとね、それ見ててください。突撃艦を入れていくじゃないですか。で、落ちたところにデイジー、さ、ここでここがいい、こうやって入れていって、で、ロイちゃんにチェーンが入るんですね、こんな風に。シャインって、シャインって、入んねえか、あれ入んねえか。入んねえな。入んねえな。ダメだった。ごめん。めっちゃホラ吹いた。あれこれか？いや、じゃあ入んねえな。めっちゃホラ吹きました。すいません。ああ、見せれなかったか。まあ、とにかくですね、ちょっと最後下りましたけども、気をつけてもらいたいのは、相手ヒーローをチェーンで倒そうとする場合、今までみたいに綺麗に倒せはしませんよということです。大体、アチャクイをチェーンで相手にしようと思うと、体力半分ぐらい残っちゃいますね。んで、削るっていう意味では、まあ、削れるんですけども、倒すってとこまでいかないので、ヒーローを倒したいんだったら、ちゃんと、ヒーローがジャストで、スパービスの攻撃範囲に入るように狙っていくっていうことがやっぱり必要になってきますね。チェーンも使うんじゃなくて。まあ、っていう意味でいくと、ヒーローってやっぱ動くので、インビジもかかると、なおさら動きが読みづらくなっちゃうので、まあ、それを、スパービスで倒していくっていう点に関する安定感は、今までより結構落ちるかなというのは体感で感じました。ちょっとね、多分これクラン対戦でやったのかな？ちょっと忘れちゃった。ほんとすいません。なんかに動画があったんですけど、うまく出てこないです。
まあ、そこは、本当ですね、ご注意いただきながら、使ってもらえたら、多分今まで通り、スパミズからの、空位比ディガホグ、これはいけるんじゃないかなっていうふうに思うので、ですね、さっき言ったように、そのタウンホールと防衛軍を潰しながら周辺を壊していって、で、かつその外周側から着衣を始められるっていうパターンが作れる場合には、マジでこれ強いし、島型配置なんかを相手にする場合には、本当にこれ効果抜群の戦術なので、ぜひね、覚えておいていただきながら、今後も、使ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、アップデートが来たスーパーウィザードに関する、クイヒディガホグの考察をやっていきました。これ参考になっているという方いらっしゃいましたら、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録してもらうと本当に嬉しいです。で、これからもタウンホール13だけではなくて、12、11の動画も、上げていきますので、幅広いタウンホール対、サブアカウント、本アカウント、どちらを持っている方もですね、継続してぜひご視聴いただけたら大変嬉しいなというふうに思います。というところでですね、本日は自分のなんか、いいとこ紹介みたいな感じで、めちゃくちゃちょっと恥ずかしい動画になってしまった感がありますけども、まあ、たまたま今回うまくいったね、アタックが多かったっていうのが、まあ、ぶっちゃけ正直なところです。本当に。なので、まあ、これからね、まあ、いろんな方の動画も上げていきます。ぜひね、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思いますので、また、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。